浜松シーサイドゴルフクラブは、静岡県岩田市三島に広がるゴルフ場である。三千製紙株式会社の福田富一は、金沢と大分に工場を持っていた。そうした縁で、片山津ゴルフクラブ、設計、佐藤義一の創業に加わっていた。福田は、片山津カントリークラブの造成工事では、指揮を取り、会場後も、改造の工事も手がけていた。そして、 いつか自分のコースをと、世界のコースを回って、コース設計を研究していた。1964年2月9日、福田と弟の国造は、静岡県岩田市の寂島村に、ゴルフ建設用地の視察に訪れた。用地は、砂丘地の湿地帯で、松と足のほとんど平坦な土地だった。造川の田園風景、有壮な演習などを見渡し、大田川、 天竜川川口の鮫島海岸と環境に恵まれたコースである。さらにはコースの各ホールを仕切る老い松の枝ぶりが誇り、中央に鮫島池、夏は遠州灘からの海南風で涼しく、冬は暴風林が寒風を防ぎ温暖、砂地だから排水も良く、水源もある。何よりも砂丘地であることはゴルフの故郷リンクスランドに通じる。 新たなゴルフ場建設に向け母体会社、東海開発観光株式会社を設立、コース設計を福田が行った、福田自身の設計哲学、自然がすべてだった。1965年11月13日、非公式を行った赤星志郎は、英国のように砂丘もあり、英国にない松があると言った。1966年10月22日、ゴルフ場は完成し、 18ホール規模のゴルフ場が開場した。コースの各ホールは苔むした老い松の枝ぶりが誇り、大小の池が効果的に廃されて、プレイヤーの挑戦意欲を借り立てるロケーションに恵まれた林間コースである。フェアウェイはフラットである。だが、海岸線には小立が廃されているが、海風の影響を考慮に入れる必要があり、戦略的変化に富んだ18ホールである。 コースは、ゴルフダイジェスト社の日本のベスト100コースに毎年ランクインしている。また、7番ホールは日本のベストホール18に選ばれた実績がある。日本の女子プロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する日本女子オープンゴルフ選手権競技大会を2回、開催するなど多くの大会開催実績がある。 郵便番号438-0055静岡県岩田市鮫島4119から一番地。ありがとうございます。